はようございます。おはようございます。いや、続いてステージ7。はい、7。作ってプレイ。そう、ゲームも作ることができるようになりましたというね、一般のプレイヤーがね、人たちが作るっていうゲームをできる。そう、何なんだろうね。ね、あ、ありました、マインクラフト。あ、もう出ちゃってましたね、マインクラフト。世界的ブームを起こしたマインクラフト。僕らちょっとね、そう、あんまりね、あんまり触れてない。じゃあ乗り遅れた感があってね、乗り遅れた感ありましたけどね。ちょっとじゃあ、やってみます。はい、はい。さあ、続いてはですね、はい、なんとこちらマインクラフトですね。やだ、マイクラだ、ね、僕らあんまりマインクラフトはね、うん、プレイしたことないんですけど、全然ない、あんまり触ったことないんですけど、こちらマインクラフトの何なんだろう。説明聞きましょう。説明聞きましょうか。はい、はいはい、じゃあですね、ようこそお越しいただきましたマインクラフトで、はい、じゃあちょっと元気のいい挨拶をしてみたいと思います。はい、はい、皆さんおはようございます。おはようございます。マインクラフトの世界ようこそ。さあ、マインクラフトね、どういうものか。あ、拍手ありがとうございます。盛り上がってまいりました。はい、ありがとうです。さあ、マインクラフトってどういうものかというとですね、いろいろできるんです。いろいろできる。マインクラフトの世界に入ってもらって冒険もすることもできれば、このようにですね、プロップってありますね、四角い、はい、ブロックをいろいろ組み合わせて物を作ったりするんです。そしてできたのがこれです。ババーン、未来館です。未来館です。今いるでしょ。約ですね、40万個のですね、ブロックをこうね、集めて作られるという。40万個、すごいですね。この中でですね、皆さんにはですね、なんとね、今日はね、こういう未来館作りましょうって言ったら一生かかってしまうので、はい、今回はですね、宝探しをしていただきます。やったー、はい、楽しみですね。はい、じゃあですね、早速ですが、コントローラーね、触りたいですよね。はい、じゃあ持ちましょう。はい、じゃあですね、操作仕方説明します。はい、あ、先生がいる。覚えてますね。はい、まずですね、この左側スティックありますね、はい、ここで前行ったり、はい、下押すと下がります。で、右押すと右行ったり。ピンクが俺かな。ピンクの小豚ちゃんみたいなのが目黒さんですね。汚いのが汚いってな、牛でしょ、あれ牛でしょ。汚いの、なんで汚いのって。いいですね、ライブが溢れてますね。はい、そんな感じで、ね、プレステ4のマインクラフトすごい綺麗ですね。はい、ちなみにですね、前ボタンをちょんちょんと2回押すと走ります。ちょっとダッシュしてみてください。ちょっと待ってね、走れますか。走ってます。走ってる、走ってます。いいですね、早いですね。しかもちゃんとね、なんか煙みたいな、煙みたいなやつもあるんだ、はい、ね、土ぼこりあげたりしてますね、はい、いいですね。一人東京マラソンって書いてます。うまいですね。うまいです。さすがです。慣れてる。で、あとでですね、皆さん宝探しをしていただくときに、はい、こちら L2 ボタン、これをボタンを押すと宝箱がパカッと開きますので、はい、なるほどね、はい、こちらね、宝箱は後でまた説明しますので、はい、冒険しに行きたいと思います。じゃあ皆さん、ついてきてください。どこに行くんだ。オープンかぶってるのが私です。先生、はい、じゃあついてきてください。未来館の中に宝箱がある。皆さん、ついてきてください。これいい感じですね。これ作るのにどのぐらいかかってるんですか。これね、およそね、2ヶ月かかってる。2ヶ月、何人で作ったんですか。これね、2人と言われてます。2人、クラフトが、ね、得意な方が2人。すごい、すごい。ちょっと、なんでこんな目の前にいるんですか、はい、見てください。どこですか、ね、未来から入りましたか、はい、入りました、ね、すげー。はい、こちらね、エスカレーターです。これね、ちょっとね、本物未来からエスカレーター自動動いてるんですよ、はい、皆さんで、ね、上がってください。自手動で、手動です。はい、はい、じゃあ上上がっていきましょう。はい、じゃあ中入っていきましょう。はい、どうぞ。こっちです。ここね、乗船点の中ですね。はい、おお、すげー、すごいな。絵までできてる。見てください、青い地球儀の地球コスモスです。じゃあ皆さん、こっちまで進んでいってください。あそこになんかあるぞ。宝箱ある。あ、本当だ。早速見つけましたね、はい、僕が説明するよりは先に言ってしまう。このテレビマンとしてのサッカーがね、はい、操作してしまうんでしょうね。じゃあ皆さん、ちょっとコントローラー置いていただいていいですか、はい、もうさっきネタバレされたので宝箱をね、はい、説明します。皆さんが探していただくのはこの宝箱です。はい、で、宝箱を1人1個探してください、はい、そうするとこういうふうに見つかります。ポコーンと置いてますので、はい、だったら近づいていってください。で、ここに白い十字がありますね、はい、これ皆さんの視点です、はい、ここに合わせてもらって、はい、薄く L2 開くと入ってますので、はい、ここね、 L2 ボタンを押すと、ここの下のところですね、はい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 、ちょっとパカッて開きます、はい、で、チェストって書いてます。
ですね、はい、ここの中にペンとノートが入ってますので、はい、これをですね丸ボタンで持ち上げてください、はい、頑張った、はい、で下の方にこのカーソルを持っていって、はい、丸ボタンを押せば、はい、ノートとペンが手に入ります、はい、でバツボタンを押せばここ自分のものになりますので、はい、これでノートとペンをゲットしてください、はい、よろしいですか、ノートとペンをよろしい。でこちらのマップ使っていただいて構いませんので、はい、これを頼りに宝探ししてください、はいはい、じゃあコントローラー持ってください、はいはい、準備はよろしいですか、はい、はい、それでは頑張っていきましょう、レッツトレジャーハンティング、いきましょう、やってこう。ちなみに私今どこにいる、何階だ、今この3階です。あ、3階か、間違えちゃった、はい、でお皆さん素直にスーッと出られてますね、さすがです。あれどこだ、出口は。あ、出られてますよ、そこから出ていく。ここはね、入ったところが出口。金目のものの嗅覚だけはいいです。うまいですね。はい、さすがゲーム慣れしてますね。すごい、じゃあちょっと僕も追っかけていきましょう。ミルコさんゲーム慣れしてるんですって、よかったですね。何？ゲーム慣れしてるんですって。お上手。うまいですね、皆さん。ゲームとかされてるんですか。あんましたことないんです。やってくださいよ。さすがですね、ゲーム世代ですよね。はい、やはり皆さんね、ゲームうまいですね。このね、このジョグコントローラーと十字キーのこのねボタンの組み合わせ、全部でも8個以上のボタンとコントローラーがあるんです。すごいですよね、今のね人たちはこれを鮮やかに使いこなすんですよね。なんで鬼ごっこですか、私今。あ、いいですね、鬼ごっことかもいいですよ。だからなんなら壊していただいて結構です。この R1 ボタンを押せば、ね、壊せたりします。未来感を壊そう、壊すの、まあ、壊すのはあまり良くないですけど、ね、すぐに壊していただいても大丈夫です、ね、何でもできるのがこのマイクラフトのいいところ。え、研究生がいる。そうです、そうです、ね、スタッフの方とかもいらっしゃいます。イエーイ、はい、すごいですね。メイドさんもめっちゃ壊そうとしてません？壊れない。小さい頃ね、アートがなくなっていく、アートが。あ、いいですよ、そういうのでもありです。はい、何でもできるのマインクラフトのいいところですね。そうですね。うわ、すごい。全部消えちゃう。で、だから人によっては自分の作った城とか島とか作ってみんなを呼び寄せてネットワークでこういうふうに遊んだりするというのがマインクラフトの魅力なんですね。楽しい。絵を描いて。マイクラフトと聞くと、なんかレゴなんでしょみたいなこと言われるんですけど、はい、まあ、それと似てるんですが、もっとクリエイティブなんですよね、はいはい、いろんなことができたり、ね、こうやってみんなと一緒にワイワイ冒険をすることができたり、すごい、ね、素晴らしいですね。ちなみにですね、これね、夜とかの設定もできるんですよ。夜の未来館もね、こういう綺麗、わー、綺麗、入れない、ちゃんとライティングされてるんですよ。すごい細かいですね、こういう設定がね、素晴らしいかなと思うんですね。うわ、めっちゃ綺麗。綺麗ですね。で、中もちょっと多少暗くなってたりします。素晴らしいですね。ちなみになんとですね、ちょっと昼にしちゃうんですけど、未来館ですね、なんとこの上の部分、めったに見ることができない上の部分、ごめんなさい、ヘリポートあるんです。なんと未来館ってね、ヘリポートがちゃんとついてるんです。なんで？すごいですね。僕も初めて知ったんですよ。上を見ることないんですよね。そうそうないですよね。はい、すげー。すごい再現ですね。わー、すげーな。素晴らしい。すごい。初めて作ったのすごい。で、これだ。すごいよ、ね、わー、すげー。おまけーな。で、こういう風にね、ちょっとも結構ちゃんと吹き込めたもん。あ、本当だ、はい、すごいな。いいな、その空飛んでる感じ。あ、これはね、僕だけだと思います。いいな、クリエイティブモード。あ、ほら、誰か走ってるね、走ってますね、脱走してんの。いいですね、バレたバレた。さあ、マインクラフトお楽しみいただけましたでしょうか。楽しかったです。ありがとうございます。これにてね、マインクラフト終了となっております。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。引き続きね、お楽しみください。ありがとうございます。はい、マイクラ、すごいね。すごいですね。これちょっと触ってなかったけどね、今までね。そうです ね、 ね、マインクラフト全くやってなかった。そうそう、やっぱり見ちゃうとちょっとやりたくなりますよね、うん、作りたくなるよね、うん、これちょっと俺ね 3D 用意した。あ、やば。
カメラワークがねスムーズすぎて。いやでも楽しかったですね。これはいいね。細かいあんな作れるんですね。そうね。2ヶ月もかかるけど。なんか作りたくはなります。作りたくはないけど、うん、作った場所では遊びたい。あ、そういう壊したい。めっちゃ絵絵が壊してるんですよ。なんかボコボコって言って。いやでも良かったですね。はい、はい、じゃあ次行きましょうか。行きましょう。